はい、MMC チャンネル、はい、カーグラフィックペリー、今日もやってまいりました。今日もお相手は MMC 代表ミッチーと私ことペリーです。はい、MMC アアンバサダーのペリーさん、よろしくお願いいたします。はい、じゃあ今日もちょっと車のことについて語っていきたいなと思うんですが、今日は何について語りましょう。今日はミニカー。今日ミニカー早いね。早いわ。ちょっとためとかないかい。ないないない。今日ミニカー、ミニカーで、ミニカーここちょっと並んでますね。うん、ちょっとまあこんなんですよ。こんなんですよね。まああとでちょっとゆっくりお見せするとして、じゃあミニカーについて何を語りますか。まあとりあえずじゃあちょっと一通り教えていただいていいですか。ミニカーはね、みんな、はい、まあ男の子なら大抵子供の頃遊んどるだろうし。まあ女の子はねあんまないかもしれないけど、うん、まあ存在自体はね絶対知っとる。まあ知ってますね、うん、こういうものが世の中にあるってことね。絶対ね、おじいちゃんおばあちゃん子供に買ってあげたりとか、お土産に持ってったりとか、絶対まあ何かしらありますよね。なんだけどまあやっぱ車が好きな人間からしたらね、ミニカーっていうのはすごい魅力的で、あまあもうずっとコレクションしとるんですが、ペリーさんもコレクション長いですよ。コレクション歴25年です。25年、はい、すごい気合い入ってますね。もう結構ベテラン格です。ベテラン格ですね。でまあ、うん、今までずっと集めてきて、はい、まあ、今に至っとるわけですが、はいはいはい、まあ、ミニカー一口言ってもまあいろいろと大きいのからちっちゃいのまで、うん、ありますね。まあミニカー日本だと、まあ、いわゆるあのトミカですよね。あ、まあ、あれが有名なんで、有名な、ああいう大きさのが、まあ、イメージしやすいかな。あれ何分の1ですっけ。ミニカトミカって固定サイズスケールなんで、何分の1っていうのはバラバラなんですけど、まあ、だいたいああいうのって小スケールって言われてるんですけど。あ、小スケール、小さいスケールとか言って、でまあ国際的にはああいう小スケールっていうのはだいたい64分の1っていうのが、はあはあ、基本線ですね。はいはいはい、トミカもだいたいその前後に収まっとるのがほとんどです。覚えておいてくださいね。小スケールは64分の1が中心です。一応ここ出しますね、あとテロップ。はい、まあ、トミカはスケールっていうよりは全長7センチっていうのでだいたい全長7センチ、はい、まあ、これトミカに限らずマジョレットフランスのメーカーです、はいはいはい、ですとか、まあ、小スケールの、まあ、代表格のイギリス、まあ、今もイギリスじゃないんですが、マッチボックスとか、はいはいはい、あとマテル の, ホット、今頃ホットウィールって言いますが、あ、ありますね、僕にとってはあれはホットホイールなんですけどね、はい、あれなんかはもう7センチの固定スケールっていうのですね、大体、はいはい、なるほど。で7センチにしよう思うと大体、まあ、普通の乗車だと大体64分の1がちょうどいいサイズ。で国際的には、まあ、ミニカーのコレクターっていうのは一番多分スケールで多いのは43分の1スケールが多いですけど、ちなみにこれはマジョレットなんですが、マジョレット、まあ、7センチ前後ですね。これ60分の1スケールですね。あ、で43分の1スケールのはこちらなんですが、まあ、ちょっと厳密のところでちょっと40分の1なんですけど、これこんな感じですね。この、まあ、大きさ比べてもらったら全然違いますよね。見てこんな感じ、こんな感じ、こうか、こうか、こんな感じらしいです。という、まあ、違いがあります。で、あとはまあよくあるのは87分の1スケール、HO スケールって言われたりもするんですが、87分の1、はい、言うたらすげえちっちゃい、ちっちゃいです、もうこれぐらいですね。あとか、あとはもう鉄道模型なんかである150分の1スケールとかあります、ね、ミニカーで、はい、もうほんまこんなサイズです。グリコのおまけみたいな。で今のでちょっとお気づきかもしれませんが、43分の1スケールっていうのがあって、で64分の1、87分の1ってほぼ均等な幅でちっちゃくなっていってますよね。ああ、等倍というかこう、はい、ピッピッピッと。そうです、ね、はい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 。あれは全てミニカーっていうのはもともと鉄道模型のジオラマの小道具としての成り立ちっていうのもありますんで。ああ、なるほど。それで最初がそうなんですね。そうですね。ですんで87分の1っていうのも鉄道模型の
実はサイズなんですね。エッジオゲージっていうのがありまして、エッジオゲージ、はい、でまあそれそういうのを基準になっとるんで、あのそういう割と固定化した縮尺っていうのが出てきます。へえ。ですので43分の1より大きいものってなると主流なのは24分の1、18分の1、12分の1になります。あれですね、なんかあのモデルの世界、例えばあの人間とか、はい、もう自動車だけじゃなくて飛行機とか、はい、あの辺もなんか18分の1だったり GI 乗とか6分の1とかだったりするじゃないですか。そうですね、はい、そういうのがあるんですね。そうですね、企画みたいなの、はい、じゃあ実際ミニカーを見ていきたいとこなんですが、それは次回にしますか。そうですね、じらします。じらしちゃいます。じゃあミニカーは次の実際ここにありますからね。はい、この中にあります、ね、中にありますから、はい、じゃあ次回見ていきましょう。さようなら。MMC チャンネルカーグラフィックペリーをご覧いただいてありがとうございます。はい、ね、いろいろ車についての面白い話、車のある生活の話、どんどんやっていきます。これからも見てください、よろしく。チャンネル登録はこちらから、この辺、パソコンはこちらで、この辺、スマホはこの辺で